ここをやったら誰も来へんな。ああ、大丈夫だと思う。そっか。あのな、ケータ。俺、お前に話しときたいことがあるんや。お前に、その、お前にだけは、ちゃんと話しておきたい。話しておかなあかんと思って。ケータ、あのな、聞いてくれるか。うん、俺でよければ聞くよ。そっか、すまんな。あのな、ケータ、俺んちな、親父と母さんと俺と三人家族やったんや。そやけど、俺の親父っちゅうのはどうしようもないやつやった。酒ばっかり飲んでいつも酔っ払ってるようなやつやったんや。それでもおとなしゅうしてるんやったらまだマシやってんけどな。酔っ払って何が気に入らんのか知らへんけど、俺や母さんのことしょっちゅう殴ってた。俊介、俺嫌やった。殴る親父も嫌いやったし、殴られてかわいそうな母さんの姿見てるも嫌やったし、何もできへん自分も嫌やった。親父のやつ結局酒の飲みすぎで死んでしもたんやけどな。そん時俺ちょっとだけほっとしてしもて、あん時の自分ものすごい嫌やった。そうか。俺何も言えない。俺の親父普通のいい親父だよな。こんな俊介に何か言うだなんて考えるだけでもおこがましいような気がする。あのな、ケータ、お前気使ってるやろ。ううん、そんなこと。そないに気使うことはあらへんね。こんなんもう済んだことなんやから。それにな、俺はただ落ち込んどったらええだけやったけど、俺の母さんそれから大変やったんやから。親父のやつろくな稼ぎがなかったからな、あちこちの店に付け溜め込んどった。まあそれはどうせ酒代や、大したことあらへん。ただ母さんには俺がいた。一人やったらもっと身軽やったんやろうけどな、俺もまだ小学生やったからいろいろ大変やったやろうし、俺にできることなんか何もあらへん。せいぜいチャリに乗れるくらい。せやから朝と夕方と新聞配達して母さんのこと手伝うだけど、あんなほとんど足しにもならへん。そんなことはないよ、俊介頑張ったんだろ。頑張ったわい。そやけど楽器のバイトなんか、俺んとこじいちゃんもばあちゃんもとうにのうなってたから、母さん誰も頼る人がいなくて、ずっと一人で俺のことを育ててくれたんや。俺が中学1年の時まで。中学？うん。俺の母さん薬剤師の資格持っとったから病院の薬局で働いとったんや。その病院で怪我で入院しとった今の旦那と知り合うて、俺が中学に入った年に再婚しはった。誤解したらあかんで。母さんの再婚確かに最初は不安やった。そやけど新しい父さんはむっちゃええ人で、俺にもいろいろ気ぃ使ってくれたし、何より俺の母さんのことものすごい大事にしてくれるから、俺あの人のこと大好きなんや。新しい家でなんや普通の家族みたいに生活して、まあ新しい自転車なんかも買うてもろて、俺がトライアル始めたんも今の父さんのおかげや。新しいチャリで俺が曲乗りの真似事してるの見て、こいつは才能あるって。トライアルってな、あれで結構金かかる競技なんや。それやのに一生懸命応援してくれて、俺がチャリの才能認められてこの学校に入れたも全部新しい父さんのおかげなんや。そうなんだ、俊介お父さんのこと大好きなんだな。ああ、好きや。あの人のことは本気で尊敬してる。そやけどな、父さん久我沼の部下やったんや。え？久我沼のやつここの理事になる前は系列会社の鈴菱商事いうとこの重役やった。俺の父さんは直接の部下いうわけやなかったんやけど、鈴菱商事で働いとうから久我沼のやつに
目つけられたんやろな。それじゃあ俺がこの学園に入ってすぐ久我沼のやつに呼び出されたんや。あいつそん時はもう鈴菱商事やのうてこの学園の副理事やったくせに俺に嘘ついて、自分はお前の父親の上司なんだから言うことを聞け、この学園でスパイになって自分に情報をよこせて、あいつそんなことを言いやったんや。俺が言うこと聞かんと会社で父さんの立場がかなりヤバいことになる言われて、それにあいつ俺に言うたんや、スパイや言うても大したことやあらへんって、ただこの学園におる生徒のことをちょっと詳しく知りたいだけやからって。そん時俺な、正直言うて嫌やった。ちょっと詳しく言われたかて、やっぱり人のこと調べるなんてなんやいやらしい感じがするやろ。そやけど久我沼のやつそんなに大げさに考えんで、社会に出たらよくあることやって、ほら結婚話があったら相手の家のこととか調べたりする、その程度のことやからって。それで久我沼の言うことを聞いたのか。ああ、聞いてしもた。嫌やったけど、それで父さんの立場が悪くなったりしたら俺がただこねてる場合やないと思うとしな。久我沼に調べろ言われたんはそん時3年やった人や、成績がええいうことで入学許可書をもらった人やったけど、ほんまに頭のええ人やった。ちょっと無口やったけどな、友達も普通におったし、後輩とかにも頼りにされてたし、まあ絵に描いたような優等生っちゅう感じやったな。この学校やと悪の強いやつが多いけど、あの人はそんなこともなかったし、いい人だったんだ。そやそやけどな、その人人に言えん秘密があったんや。秘密？そや、その頃な、英語の先生で女の先生がいたんや。若くて美人で結婚してはったけどな、先輩その先生と付き合ってたんや。不倫つうやっちゃな。え？もちろん内緒や、そんなこと誰にも言えるはずないからな。そやけど俺知ってしもて。それってどうしてだよ、二人とも隠そうとしてたんだろ。俺な、その頃にはもうデリバリーのバイトを始めてたんや。それでな、二人の間の手紙よう配達させてもろてたんや。俊介、まさか。そや、俺はその手紙読んでしもたんや。配達の手紙いつも購買部で売ってた封筒の中に入ってた。せやから俺同じ封筒買うて、手紙を読んでから用意しとった封筒に入れ直して封して、俺はそんなことをしてしもたんや。ああ、うわ、あの二人付き合うとったんや。俺それくらいにしか思わへんかった。興奮してもうたんかな。俺手紙を読んでからすぐにそのこと久我沼に言うてしもたんや。まさかまさかそれで先輩が学校辞めてしまうなんて思いもせんかったんや。そんな、あの人ほんまに優等生やったんや。静かやったけど友達かて多かったんや。そんな人が誰にも何も言わんと、ある日いきなりみんなびっくりしてたわ。なんで辞めてしもたんや。あと1年で卒業やのに。あの人やったら鈴菱グループの推薦枠かて確実に取れるはずやったのに、なんでってみんな噂したくらいや。でもそれって本当に俊介のせいなのか。他に理由があったかもしれないだろ。他にか、そうやったらよかったのにな。俊介、お前。先輩が学校辞めてから久我沼に俺呼び出されたんや。それで言われた、お前の情報のおかげであいつをこの学園から追い出すことができたぞって。久我沼。俺は怒った、ただ知りたいだけやて、それだけやなかったんかって。先輩のこと辞めさすなんて俺はそんなこれっぽっちも知らんかったって。そやけどあいつ
言うたんや。あいつがこの学園から出て行ったんは間違いなくお前が教えてくれた情報のおかげやって。お前が二人の手紙を盗み読みしたりしたからあいつはこの学園を辞めなあかんようになったんやって。もしもみんなにこのことが知れたらみんなはお前のことどう思うだろうなって。それじゃあ俊介、お前が久我沼に脅されてたのって。俺裏切り者なんや。みんなが先輩が俺のこと信じて手紙を預けてくれて、それやのに俺はその信頼を裏切ったんや。久我沼は言うたわ、みんなにバラされたくなかったらこれからも自分の言うこと聞けて。せやから俺俊介、そんなに自分を責めるなよ。俊介は悪くないんだから。せやけど。だって俊介はそんなことしたくてしたわけじゃないんだろ。その先輩のことを調べたんだってお父さんのことがあったからだし、それにそんな結果になるなんて思ってもなかったって言ってたじゃないか。仕方がなかったんだよ。なあ俊介。ありがとう啓太。せやけど俺はやっぱり。お前まだ自分を責めるのか。当たり前や。お前は俺のことずるいって思わへんのか。俺は裏切り者なんやね。裏切り者ってなんだよ俊介。そんなの仕方がないって言ってるだろ。啓太は優しいな俊介。せやけど今から俺が話すこと聞いたら啓太かて怒るかもしれん。なんだよ。怒らへんか。そんなの聞かなきゃわからないよ。せやな。あのな、俺 MVP 戦でお前と組むことにした。それも久我沼に命令されたからやったんや。え？あいつ俺に言いよったわ。お前と組んで MVP 戦に出てわざと負けさせてしまえて。そんな、それじゃあ俊介、お前が俺と組んだのは。そうや。そうだったんだ俊介が。それでな、お前のことを MVP 戦で負けさせたら俺のことを自由にしてくれるて。俺にさせてたスパイももうお役ごめんやて。あいつそう言いよったよ。そうか。ケータ、怒ったか。ううん、うん、怒らない。なんでや。お前また俺に気ぃつこうとんのか。気なんか使ってないよ大地。怒る理由なんてないし。どういう意味よ。俊介は俺と一緒に MVP 戦に出てくれた。1回戦ではちゃんと頑張ってくれた。お前何もしてないじゃないか。ケータ、お前本当は俊介だって久我沼の言うことなんか聞きたくないんだろ。そんな当たり前や。ただな。なんだよ俊介、まだ何かあるのかよ。ただな、俺むっちゃ辛かったんや。お前や会長や中島さんや寮長さんやみんなのことあれこれ調べろ言われて、みんなから話聞いて、それを久我沼のやつに教えて、お前も俺のこと信じていろんなことを話してくれたよな。それもみんな俺はあいつに教えなあかん。そうやって俺みんなのこと裏切って。それが俊介、それが俺ほんまにつろうて。それやのに俺誰にも相談できへんかった。悪いのは俺やのに、俺がしてたこと知られたらきっとみんなに嫌われるで。俺弱虫やから。そんな、みんなに嫌われたらって思ったら怖くて、それで誰にも打ち明けるも相談するもできへん。そんな俊介、もういい、いいからもう何も言うな。そやかて俺みんなのこと裏切ってたんや、騙してたんや。それやのにみんな俺のことを信じて、俊介とか猿とかキアス呼んでくれて、それで俺俊介、俺
それだけが我慢できひんかったんや。みんなのこと好きやから。会長も幸彦も中島さんも寮長さんも、それにお前のことも。それやのに俺は。俊介、もういい、もういいから。俺しとなかった。あんなこと絶対しと。それやのに、それやのに。ごめん俊介、ごめん。アホ、なんでお前が謝るんや。ごめん俊介、辛いこと話させて。そんなんかまへん。俺言わんと、ちゃんと言わんと。もうこれ以上お前に嘘はつきとないんや俊介。わかったよ俊介、わかったから。俺いいから俊介、もういいから。だけどもうそんなことはやめにしよう。久我沼のやつにも言ってやればいいんだ。嫌だってちゃんと。そやけど、そやけど。うん、言って聞くようなやつじゃないよな。それでもちゃんと言わないと。お前いつまでもあいつの言いなりじゃないか。そんなのダメだよ。こんなこと早くやめないと。わかってる、俺かて。わかってるわ。みんなのことだって心配なんかしなくていいよ。もしもお前が久我沼のやつに嫌だって言って、それで久我沼が俊介がスパイだったってバラしたとしても、俺が絶対にお前のことは守る。みんなには俺から説明する。仕方がなかったんだって。お前が脅されて無理やりさせられてたんだってちゃんとみんなに言ってやるから。そやけど俺。大丈夫だって。もしもみんなが責めたとしても、俺は絶対お前の味方だから。みんなにちゃんと説明して俊介も辛かったんだって分かってもらうから。大丈夫、みんな分かってくれるよ。ごめん、ごめんな。ごめん。もういいから、もう謝らなくていいから。その代わり約束してくれよ、俺にはもう嘘はつかないって。うん、俺俊介が辛い思いしたり苦しんだりしてるのに、そんなことも知らないで、それで何もできないでいるなんて、そんなのもう絶対に嫌だから。だからもう隠し事もなしにしてほしいんだ。俺だってあんな悲しい思いをするのはもう嫌なんだから。これからは何でも正直に話してくれるよな。絶対だぞ、約束してくれるよな。約束する。本当だな、絶対だからな。嫌なことがあっても黙ってたら今度こそ許さないからな。絶対、絶対に約束だからな。俊介、落ち着いた？落ち着いたわい。そやけど。何？なんや俺、情けないわ。お前の前では泣いてばかりで。そんなの気にしなくていいのに。気にするわい、みっともない。だいたいお前俺のことばかり心配してるやないか。しょうがないだろ、俊介が何も話してくれなかったんだから。うるさい、人のせいにするな。それにな、お前こそ人の心配してる場合とちゃうやろが。 MVP 戦に負けてお前がこの学校から追い出されたらシャレにならへんのやからな。それもそうだな。そうだなって笑い事やあらへんやろ。まあええわ、これからは俺もお前のために頑張るから。お前のこと絶対この学校に残らせてみせるからな。頼もしいな俊介。
ああ、任したき。よし、俺たち二人で MVP 戦優勝するぞ。